清原和弘、56、3、120点のコメントを圧表してしまう。KO の日本一に、おめでとうございます。力としては仙台育英が上ではないかと分析していたのですが、初回から KO の応援団がものすごく、さすがの仙台育英も押され気味でした。仙台育英には守るべきものがあり、KO は青コーナー、チャレンジャーとして精神的には優位だったのかもしれません、と分析した。また、懲罰チームの日本一に、懲罰、自由なエンジョイ野球の優勝で、僕自身にとっても野球感が変わる思いがしました。これからは懲罰のチームも増えるでしょうね、と見解を話した。次男勝次について、勝次は優勝の喜びも、またスタメンで出られなかった悔しさもあるでしょう。まだ野球人生は終わっていないし、しばらく、ゆっくりと高校生らしい生活を送った後、どこかで線を引いて、次の目標に向かってほしい。私の息子であり注目され、試合に出なくても取材を毎回受けるなど苦しさもあったと思います、と注目度の高さゆえの苦悩も思い合った。それでもしっかりとした取材対応を見て、きちんと対応して立派に育ってくれたなと感じました。褒めてあげたいです、と言葉を残した。ちょっとわらこめっぽさあるよな。中日コーチになったらエンジョイ野球を教えてくれや。ちゃんと育英立て取るのは偉いな。どこかで線を引いてって厳しいな。野球人生は続く言うてるんやで、多分留年して1年野球で金から卒業してからどこであれ野球やってほしいって意味やろ。泣けるわ。まあ無理やろ今の活字の力じゃ、大学進学して伸びればワンチャンやけど。清原って地味に賢いよな。野球 IQ はあるやろ。解説は有能、性格もいい。ええ親やんけ。1年留年してるんよな、来年はどの道出場できへんし。これ以上ないコメントやな。KO って留年生ちらほら出るくらい勉強ハードなんか。留年に関してはほんまに厳しい。KO と早稲田は本当に多いらしいな。その代わり留年してもそこまで浮かないから辞めるやつもいないとか。子供に救われたな。素晴らしいコメント。304、31本、78打点、オプス、976。なんだかんだで525打ってるしレジェンド。ホームラン王も5回くらい取ってるんやろなー。